おばあちゃんが畑行って取ってきてね、はい、それからあれ蒸しながら揉んで干して、はい、一日で仕上がりました。はい、入れます。はい、一つまみ、ね、香りはどう。一つまみ入れた。そこから香りはどう。あ、すごい板取り茶の香りする。今回うまくできたかもしれんね。これでどれぐらい煮出すかね。分からん、それどのくらいやったって、うん、どれぐらいやろう。入れてみようかね。はい、5分くらい煮出した。5分。はい、出てないね、まだ。で、全然出てない。もっと余計出ないかんのじゃんかね。分からん。量が少ない。もっと入れんといかないじゃん、うん。もうちょっと入れる。うん、やっぱね。でもそれでも結構入っちゃうけどね。もうすぐこれぐらい入れる。うん、やっぱりあの蒸したあと絞りすぎたのがいかなかったんじゃない。うまみが取れたろうか。し、蒸したら絞らんと。あれほんと水ごだから、あれあの聞いた話はキッチンペーパーで拭いて軽くほんでいるっていう話やったけど、ばあちゃん絞りよったよ。ほんならもうちょっと湯がかねかだったのかね。ほんで、いるんじゃと思うけどね。話が変わりゆくぞ。あくまでも蒸す容器。いや、ほんで蒸すというのは蒸して、蒸してあの湿ったの水分をキッチンペーパーで簡単に取って、うん、ほんでいるらしいけど、絞ったやんか。あれで旨味とか味とか全部なくなったんじゃないかもしれん。うん、まあまた来年、うん、経験したらええわ。もうどうだ、やってみよう。かなり煮出さないかんと思うわね。まあでも、もともと板取り茶自体も結構煮出したような気はするけどね。ね、匂いよ、ほら、同じ匂い、噛んで、うん、同じ匂いはするね。うん、全く一緒。うん、一緒の匂いはする。しばらく置いてみるか。あんまり煮てもうんいかんかも。全然出てないけど、しばらく置いて、置いたら出る。置いたら、うん、それじゃいかんの。はい、星がひどってことか。で、飲んでみりゃどうなるか。飲んでいる順のまんとわからんでか。3回はあれば1回で、そら完璧には陽天地やったね。しだから飲んで、またちょっと置いて飲んだとこう、せっかく作ったのがいいですから、ね、やってみたらいいじゃいか。1回でいかんかじゃ。うん、あのね、ともこん、はい、こうできてくれるユキ、うん、これが絶対いる。あの詰め替え用の袋がなかったらあれでも構わんけど、はい、これどっちか。本当はミホジョがあったらええけど、なかったらキレイキレイでもかも。うん、ミホジョがええけど、はい、うん、ふまきら、ふまきらある。あるかい、うまきらあるかい。わしのがんが畑ぎっちいかんでかんのに、あの言うてかわいかいせんじゃんか。きれいきれい。うまきらやと勝てるせんこがないき、こうできておらんと。そんなのはね、頼んじゃらねえ。スーパー行ってパッパッと出ないかんのやき。ほんでどうじゃ、こうできた、パッとこうできた。あの、頼ま、それはあるき。ああ、はいはい、言うたら何がないでよ。今、たちまちおうちで切れちゅうものしようが。あ、バナナ一つのと。バナナ一つ。バナナ食べても死にゃせん。あ、そう。頼んじゅうき。
あるよ、あれがいかんになる気に頼みようがよね。しいね。よもぎが、まあいいよほか。どうしよう。ほら、考え方が。うん、若干の味が出る。あー、おかしい。ミョウズかきれいきれいか どっちでもかまん。これはこの前のお茶とどう、この前飲んだイタドリ茶は蒸さずにやったわ、今回は蒸したわい。この間のがほんとはっきり言ったらあれが欲しい一つやったらこれ二つよね。あ、ちょっとマシなんちゅうかい。うん、そういうこと。どう、色出ちゅう？色は出てない、もう出た、もうちょっと出るちや。置いたら出る、これほら、これ1回目やき、次飲んで2回目また勇気かまあ飲んで、これでいい。うん、うん、こんなもの板取り派のね、独特のね、うん、まあ、田舎の味がしよう。ほんまに友色の園の味がしよう。田舎の味がしよう。池川茶とは違う、うん、味がしよう。あんたドライアン言うて知っちゅう？聞いたらわかるの。ドライアン言うて言うたらね、うん、あ、教えてもらったら、あの小豆の粉言うて言うたら、うん、それをね、こしあんを作るんやって言うたらええ。飲んじゃってから言うな言うぐらい。そう。反対やけど。うん。うん。うん、あるよ。どこどこ。こんなもん。こんなもん。できちゅう。同じ。できちゅう。あのね、うん、豊かな。うん、素朴な言うか、全く一緒、素朴なね、うん、素朴な味、もう番茶とも違う、うん、よもぎ茶も違う、じいちゃんおじいちゃんの飲んじゅう、とばきで、とばきの新芽の茶も、うん、とも違う、新芽もあの新芽を茶になるんですよ、うん、角の葉っぱ、薬もなんで、角の葉っぱ今新芽、あれ、ちぎって、あ、おじいちゃんのあれ、ちぎってやっちゃうともいい。じいちゃん、それ飲んだら次出ちゅうらしいって、これ飲んでみてや、うん、茶の色はね、ちゃんと出ちゅうで、これそれっぽく、うん、よし、茶の色はね、それなりに出ちゅう、うん、今日でも何でも、今日は何を、木曜やろ、うん、木曜、あ、出ちゅう、今からやったらだいぶ出ちゅう、あの、うん、いたずるのは葉っぱの木なようなほら、うん、葉っぱが出ちゅう、ちょっと置いたら出るね、あ、明日いじいちゃん、ね、まだ置いたら出る、うん、ほらもうちょっと置いたら、いただきます、1,2,3,4,5、あ、香りはほんまいたどり茶買うのと一緒やね、うん、一緒やろ、うん、全く一緒、一緒、うまい、一緒、いたどり独特のほら、やっぱり無酸といかん、うん、違う全然この前の、そう、うん、いたどり茶出来ちゅう、あの時間かけてね、やっぱり蒸すものは蒸して時間かけて、凍らすものは凍らせてやらんとね、うん、あ、この豆をつけてかねえか、大ごと忘れた、できちゅうできちゅう、これお弁当にする、お弁当明日、一日だけ何でも言えばね、うん、何でもかまん、そんな加工ってかん、うん、お、色が出ちゅう、今よりだいぶ、うん、けど美味しいことはない、全然ね、いや、美味しいと思うけど、薬草みたい、あ、風が気持ちいい、まあ、まあまあ、いいやね、あ、そう、これはもう完全にできたとしたもんよ、もう作り方分かったき、いたどりせんというかね、これは商品としてはね、上等と思う、上等よ、そう、だからにいいよ、前のは、まあ厳しいね、1が1もとかだった、1言うて言うたやん、追中やん、1、うん、あら、1というのお情けやん、ゼロ点じゃいかんろ、これだけ苦労してやったらもう欲しいけどね、努力賞が欲しいとってやけ、努力欲しいとって、いや、美味しい、これいけるいける、ね、手を加えてきたら欲しいとって、うん、本当の独特の味が出たら3つ、うん、誠意を置く、またそれ誠意がある、まあこんなもの、そういうものが4つ、ほな、うん、これもお茶で飲んで食べてね、はい、うん、上等のお茶、上等、はい、できました、似たようなもの
ポリの中熱い、でけとにかく熱い痛い、これ捨てるよ、ごちそうさま。いいそう、時間がある。あ、美味しい。お茶はね、こう時間をかけてゆっくり味わって飲むの。そういうこと、うん、けどこれはもうせかせかお茶じゃない、薬草みたいな感じ。いや、お茶よ、薬草よ、いただけば薬草で、薬草茶よ、うん、番茶と違うぜ。美味しいがね、体に良さそう、うん、美味しいというもんじゃないよ、ね、やっぱりね、美味しいという言い方でらしいね。まあ、好き好きかい、好きあった味よ、作って飲みたいという味じゃないね、うん、いや、作って飲みたい味やって、だから、うん、わざわざ作って飲みたいようなんじゃないよね。ただこれ薬草よね。薬草珍しいわね。珍しいわね。うん。これ飲んで店やで買うてきて飲んじゃうんじゃないよね。うん、それはもうもうと思うわ。自分で作ってるんだ、自分で。いや、もうすごく出た。かゆのに。ほら。ほら。出た、出た。出たらお味が違うかも、うん。しっかり出たよ。次でおじいちゃんも飲もう。うん、これ、レチューよ、イタドリちゃん、出た、出た、うん、ええ感じに出ちゃう。あ、ちょっと待って、あ、いいよ、ちょっと、あ、じいちゃん、いいかな、それ、出てないもん、うん、いいよ、だから、あ、にやんでいかないよ、よくやんでいっぱい入れたらいかないよ、うん、お茶じゃなくね、いかないね、いっぱい入れるんじゃないの、うん、レチューちょっと、はい、そう、いっぱい入れちゃったからこういうことになっちゃうんじゃない、うん、美味しいってね、もう冷まいて、うん、出ちゃう、出ちゃう、今からだいぶはまだ出ちゃう、ある程度、あの、に、なんていうの、に出しておいた方がこんな色に、うん、ほんでやっぱりあの、蒸さんといかんということがようわかった。蒸すということはね、他の食べ物でもそうで、うん、スイカでもそうよ、あのんと干し糸とのスイカやってそう、スイカ蒸すってどういうこと、スッと食ったらもない、それからみかんよ、みかんもね、スッと食べたらおいしないが、ああ、置くということ、大体ちぎってから1週間か2週間ばしたらおいしい、うん、このスイカラーもね、あのやっぱり日持ちはするからということやったの、うん、確かに日持ちするね、で、バナナのやつね、青首、青首言うけどね、青首の時に、うん、くたちうまいで買ったりに、うん、凍ってきて、青首が凍ってきて、家でね、うん、冷蔵庫いかんって書いてるよ、うん、こうやって伸びたら、冷蔵庫に入れたらいかん、なんか外で、うん、ずっと黄色になるね、黄色になったら、首の子が黄色になったらね、うん、本味が出るというね、バナナ、なるほど、青首の顔を凍ってきちゃいて、うん、黄色になって、ということは狙すわけね、うん、家で一本ずつちぎってあげた、ちょうど最後の端の一本目が美味しいぐらいになるんで、黄色になって、ほんで、2つ、うん、1袋じゃない、2つで、ほんで1週間分あるわけ、1つじゃ足らんけ、1週間分、うん、ということ、せっかく食べるだったら、うん、やっぱり何でも蒸らして、茶もそうよ、うん、蒸らして、さっと、何でもさっと出なしにね、うん、あ、ついでに、いや、昨日もテレビで言ったね、試しで買ったんで、サバ缶、うん、サバ缶は見て、うん、日付の新しい顔をね、買うもんじゃないと、うん、日付の新しい顔でいかんと、うん、なるだけ古いサバ缶、と何でも何でもええわ、うん、完全に古いものが美味しいと、大体は3年でね、期限らしいね、うん、けど本当はその3年頃の期限までが賞味期限じゃけ、ほら、うん、あら消費じゃない、賞味期限じゃけ、うん、で、サバ缶でもね、テレビで試してもらってんで、ガッチリ言う、うん、古いほど美味しい、ほんで、私らは期限切れのがこう、わざわざ期限切れで廃棄いうのをね、うん、
こうできてね、うん、期限が、賞味期が切れたがをこうできて、うん、冷蔵庫に置いておいてね、うん、食べられた、ほいきたら美味しいって、はっきり言うよ。うん、そうらしいで、そりゃそうだよ。あれ賞味期限じゃなくて消費じゃないしね。まあね、そういうことよ。それは思う。缶詰冷凍してたら100年かまんじゅうもん。あ、そう。うん、また冷凍しちゃった、解凍した時に冷凍したら、解凍したら冷凍したままでもかんとかあんのよ。缶詰冷凍したら膨張してるから、そうそうそう、破裂せんから、空気が変わるけ、中の空気が。おう、これは美味しい。美味しいろ。3つになって3つに。ねえ、うん、これ上等じゃ。うん、美味しいじゃ、うん。あの、凍った葉っぱと作ったのと、お味はそんなに区別はできんような感じよね。できる、家で作れるということ。だから、板取りの葉っぱ、板取り取りに行ったら葉っぱ捨てられんということよ。運んで、ちぎってね、葉っぱをね、板取り、なずるないど、おばちゃんに言わしたらね、してあろうて、ちょっと待って。ちょっと待って、葉っぱをね、年中にね、葉っぱを取るような感じになったら、板取り 自体は食べれません。あげて。ほんで、あげてないときは葉っぱが取れません。ちっこいから。こんなことないやん。葉っぱついちゅうもん。いかんいかん。ほら、前のがそうじゃったらいいか。前のが大根と葉っぱ、もうなかったらいいか。あの、いや、それはだから、やり方が違うかったからよ。蒸してないの、今回は蒸したの。意外にどい。板ぞりがね、葉っぱが成長しない、食べれる、ね、板ぞりが食べれる状態だったら、葉っぱはダメということ。葉っぱ栄養もうちょっと大きくならんとね。葉っぱ栄養分あんまり大きくなったら、また木目になるけど、うん、あの木のおばあちゃんが取ったのが、もうずっと実をったから、最高やったと思う。うん、時期的に。なかなか取っても、難しい。取って干してからずるないですよ。うんうん、そんなに簡単なもんじゃないね。いや、無理やちょっとじゃけど、けど取るときはね、こうやって下からずっとすごいたらパラパラパラっと落ちるけど、あとね、選別するのが大変。虫食いがあるから、あろうかね、選別であろうか、あろうって干して、なかなかね、あれ機械でやるんやと思う、多分。ほら、もちろんそうやもんね。そこで消毒、バーッと消毒してやるがいい、多分。なほんで、イタドリが食べれる自体、結構茶バラが振る場合美味しかったねえ。上等や、上等やと思う、ほんまに。イタドリが食べれる状態では葉っぱ取れんということ、それは頭に置いとかない。これヨモギラも茶にならんもんやろかね。これはなら、タバコよ、毒ダメはなるね。ああ、そうか、毒ダメはなるもんね。茶や毒そうやね、あれ毒ダメの葉っぱなんで、ウリューで毒ダメになっちゃうってね、うん、あれ薬草よ、薬草で毒ダメの葉っぱの茶わけでね、薬草でウリューって書いて、漢方薬、まあ、風が違う違う。ヨモギはね、うん、あの干しちゃいでね、薬らいたら蚊が来るようになるが、うん、ヨモギは言おったね。で、昔はそうやってやったもん、ヨモギ薬らいで、うん、戦争中、おじいちゃんら子供の時はヨモギを取ってきて薬らいで、そんなにヨモギがありましたか。ね、はい、火鉢へ、当時は火鉢へ、臭いで、うん、ああ、そうやね、火鉢やったもんね、うん、電気がないから、電気がないに火鉢へ臭いで、電気が夜をつけるうち空襲警報で電気をつけたんだから、警察が来てバーンってやられるきん、うん、この子で10日間っていいで、うん、今豊かな世の中よ。とにかく白ご飯食べるということないぐらい、おじやさん、おじいちゃんの今と、ほとんど今と見ても廃棄水管もそれが並んじゃってね、うん、今でこそ班ごとによ、トントントンからで、で実験班が一班よ、うん、町内会で隣近所の5、6軒が一班、2班、3班でやって、それの班長さんがおって、うん、全体の町内会さんがおって、その人と町内が、ボーンと一箇所来るわけよ、うん、車で、それで並んじゃってね、うん、芋から、じゃがいもから芋、さつまいも、かぼちゃ、うん、全部廃棄を、家族3人行ったら、これ湧いてね、芋3つって書いてね、うん、で米、
米はほとんどない。米はんと1合、うん、米1合、3人か4人の家族で米1合たったの、うん、あとのは2回たかぼちゃとか芋とかを入れて、うん、きび、お、きびきびきび入れて、それからあの農家の方の人になったらね、うん、それ麦を作り、あのそれからあの青を作りね、うん、麦とか泡とかきびとか作って、うん、で農家の人は案外豊かなわけよ、米が作りるしね、うん、ほんであの町場の人はどうするって言ったら、うん、自分の着る着物よ、うん、着物を持っていて田舎へ持っていて、うん、お米と変えてよね、うん、持っていったわけ、現実やき、うん、着物を持っていて、ほんとあの時の苦労だね、米変えて、お米と変えてだよ、うん、ほんで農家から嫁もらえや農家からもらえという当時はことはなったね、うん、今でも残っちゅうの若干知らんけど、もらえや農家、農家の人はもうね、農家全然補充してないと思う、悪いけどあのお魚がいっぱい食べれる原因でね、海の方の漁業の人からもろでも残みは来んというのよ、ね、農家は麦でもきびでも泡でも食える原因、うん、ほんで、あの嫁をもろたらもらえとった嫁は里へいんでね、うん、それもろてとってもいい、うん、そういったね、当時はもらえや農家で、うん、もうお弁当の数はこれからやってみます。もう明日頃から、はい、もうこれでいい。あ、これをもらったらちゃんねえ、美味しいの。ほら、色がね、濃くなってきた、うん、じわーっと色が出て、ほら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 、うん、ほらこの色になった、この色にほら、ね、ほら、うん、こんなところ、この色にほら美味しそうな色になってきた、ほら、うん、すごくこれ、これ色ねえ、ほら味わいが出てきた。うん、味わいその奥ゆかしさ。うん。お茶に奥ゆかしさが出た。けどこれ力を入れてお茶にしてあれするようなね。ああ。板取りを田んぼで作ってどっかそういうところに行っちゃう。自分だと人間あぶがき板取り作ったらいいのよ。雑雑草作るよりは板取り作ったましよ。びっしょもう。べったり、あの白はいかんね、赤の板取りじゃない、うん、白ってな、青や、白、青軸の板取りはね、皮が剥げにくいし、重ない、うん、だから中身もね、なんか成分も用ないらしい、あんまり、うん、赤いやつじゃないかんと、その裏がいいね、裏が、はい、なるだけ元の方、はい、いい成分があるらしいわ、はい、あれはまこと引いて持ってって植えといたらいいわ、そう、あの赤いのをね、うん、今やったら分からん、一畝でずーっとあの、うん、レタスじゃないわ、キウイの棚のこっち側へね、うん、一畝ずーっとね、イタズル畑にしたね、イタズル畑、イタズル畑言うたらいいけど、イタズル畑よね、ほら、ほんと一畝とは5メートルやきね、5メートルに、あれ、今植えちゅうろ、今植えようにやはりずーっとほら、ジャガイモの植えようにちゅうくのがあるよ、今、持っていて、そう山ほど今植えてない、今がいいのよ、今が植えてないかもしれんね、今ね植えちゃかんでから板取りを掘ってね、うん、どん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 掘って根っこが植えちぎっちゃいで根っこを取ってね植えちゃいでな、問題は、うん、イノシシか人間か知らんが取る人があるのよ、ね、畑張り込んできて、うん、あのうちの畑じゃってそうよ、誰かが前からじゃ何だいたらトマトがのうなる、キュウリがのうなる、トマトがのうなるね、信じられる、うん、今年はね、板取りがないで、だから全部下のね、イノシシが食ったから何か知らんけど、下ね、あればなりたあの板取りが来たとない、上もね、入り口の子はない、誰が知らんけどね、うん、イノシシが何か知らんけど、な、板取りが去年までべったり行けたよね、上でしたね、うん、で、そのお隣さんのがが赤じゃなしに、うん、今も言う緑じゃきん、うん、言いてみや、緑の葉っぱ、おいちゅうきに葉っぱになってやぶになるよら、うん、おいちゅうきその緑の葉っぱは
いかん。赤いこれもなかなか難しい。葉っぱが大きすぎてももういかん。本当に難しいと思う。おばあちゃん連続2年続いたろ、いただける葉っぱとるの。葉っぱは、いや、今年よ。今年かね、去年。だから、現地へ行って葉をちぎりいうのを教えてもらう時間だからね、移して。口で何も言うた時間、現地でこれはいかん、これはじゃないといかんと。そうやって移して記録せんと。ほんで、板取りは食べれない。葉っぱ取りたかったら。それ、板取りはもうずっと太らさんだから。板取りだったら葉っぱ取れるね。食べれる状態やったら葉っぱがないきね、全然。ないのないことはない。あるけれどもね、もうないの、もうのうちだとね。ちなみに、どれぐらいの葉っぱいう、葉っぱはもう今、だからよ、それを、一本でもある。だから、口で言うともいかんきに。葉っぱついちゅうやつ、どっかない？よく言ったら、あら、葉っぱついちゅうや、なんまでも。今、裏にもあるじゃんか、葉っぱついちゅうやつは。あるかね？そのええところをおばあちゃんが取ってきたんやないか、読んでないろ。ちょっとは取ってきといてあげろ。いやいや、だから取ってきたらわからんのよ、その。だから枝を折ってきといてあげる。釜で切っといてあげる。いや、理屈じゃない、まあ、積んだらすっといてよ。そうそう。裏、二人でいて、移してきや、理屈ってことは何気に、もう早いわや。いや、ニュース入って。やんのか、はてけ。畑なすみや、なすみかんねか。水をやらんといかんやろ。そうよ、水やらんといかない。えっ、ふぅ、はい、美味しかったね。まあまあね。はい。はい、いただりちゃん。ちゃんと出たね、これ。みんなで飲みました。